はい、この動画はですね、マストさんち夫婦が大好きなボーイシリーズを完全にコンプリートするための解説をする動画となります。恥ずかしい、バイバイ。スタンプが消えます。はい、皆様こんにちは、マストさんちのポーです。ではですね、本日もシャイボーイのシールコンプ解説3回目ですけれども、やっていきたいと思います。本日はですね、こちらステージ11からステージ15までですね、まあまあ順番にシールをねゲットしていこうかなっていうふうに思いますので、よろしければお付き合いください。はい、ではですね、本日も頑張ってやっていきましょう。スタートします。はい、11はインタビューは突然に、インタビューは突然にね、ロングボーイのね、解説も見ていただいた方はもうわかると思うんですけれども、この着ぐるみね、うん、この馴染みのある着ぐるみね、これがね、シャイと関係するね、着ぐるみなんですよね。まあ、じゃあね、順番にね、取っていこうかな。まずですね、39番、41番とちょっとね、数字が飛んでしまうんですけれども、まあ、取っていこうかなというふうに思います。風船をですね、1個、2個、3個、4個、5個取ります。まあ別に5個取る必要もないんだけどね。本当はね、2個とかでいい。うん。なんだけど、ちょっと面白いから私は5個取ります。こうやってやるとね、人がね、飛んでくんですよ。すごくない?この風船。やばいでしょ?ね、人を飛ばすとね、ここにアイスが出てくるんで、このアイスをゲットします。ね。で、このアイスをシャイにドラッグします。よく食べてくれるんですよね、アイスをね、一瞬で。で、そしたら一番最後に残ったこの風船をシャイに渡します。あのねちょっと待って、どこ行くかな。はい、これでですね、2つ同時にシールがゲットできるんですけれども、このアイスクリームっていうのが、シャイにアイスをドラッグした時に、回収できるシールでございます。でね、アイス食べさせた後に、風船をシャイにドラッグしたんですけども、そうすると41番の不思議な風船が取れますね。本当に不思議な風船ですよね。風船1個で人が浮かぶんだもん。まあまあ、こんなね、不思議なね、ランドなんですよ、ここは。はい、じゃあね、またですね、40番42番、こちらもですね、ちょっと飛んでしまうんですけれどもね、こちらの方のシールもゲットしていきますね。さっきと同じようにこの風船をまあまあ多めに持ってるといいかなね。風船をゲットして、で、この人ですね、この人の前にアイスがあるんで、この人を飛ばしてあげます。で、アイスをゲットですね。ここまでは先ほどと同じです。でね、そしたらこの持ってるアイスを着ぐるみに渡しますね。この時絶対に風船を手元に残しておいてください。はい、で、この着ぐるみをゲットですね。で、この着ぐるみをシャイに渡します。この状態のシャイに余った風船を渡してあげましょう。バイバーイこれはこれで奇妙な感じだと思うんだよな。はい、これでですね、2枚のシール同時にゲットできました。大人の階段です。これがですね、アイスを着ぐるみにドラッグした時に発生するシールです。で、次に着ぐるみを着た状態のシャイに風船を渡した時に出るシールが42番、バルーンは夢を乗せて。バルーンは夢を乗せて、うん、まあ夢なのかな。首でちょっと全身の体重を支えてる感がすごいんだけど。はい、じゃあね、続いてですね、43番のシールゲットしますね。このね、テレビ局の人が来てるんですよ。なんでこのカンペをね、219みたいな感じでね、勝手にめくってあげるんですよ。そうするとね、シャイがね、こうね、あ逃げちゃったシャイがせっかくテレビに映ったのにね、恥ずかしくて逃げちゃうんですよね。昨日テレビ見たよ。ね、絶対にね、話題になってるよね、学校行ったらね。まあ、しばらくシャイは人気者ですよ。ただね、これはね、シャイがね、望んでる姿ではないみたいですね。じゃあね、
この11番のステージのラストのシールゲットしていきます。さっきと同じように風船をゲットですね。よっ、まあこんなにはいらないですけどね。で、風船でアイスの前にいる女性を飛ばしたらアイスをゲットです。このアイスを着ぐるみをおじ、はい、見ないで見ないで。はい、で、この着ぐるみをゲットしたら社員に渡します。で、この状態でカンペをタップです。いや、あのね、人ってね、こう顔が見えないだけでね、こうなんていうのかな、こう他の人からはわからないような内面っていうのかな、内面とか醜さとかそういうのがね出てしまうものなんですよね、顔が見えないだけで。匿名なんかだとね、特にそういう風になるって言われますね。はい、こちらが44番、多重人格でございます。シャイもね、本当はね、着ぐるみ着たりとか顔隠したりとかして人の視線が気にならないとね、こういうね元気な感じの男の子なんでしょうね。うん、はい、これでですね、ステージ11番のシールすべてゲットしましたので、続いてステージ12番のシールゲットしていきます。ね、はい、じゃあこちらステージ12、朝の体操です。ラジオ体操ですね。まあ、ポさんは1回も出たことないですけどねはい、じゃあね、早速撮っていくんですけど、何回出たのかな、見てみたら、まあ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 、すごいですね、全部出てて、あとワンスタンプですね。この日ちゃんとみんなと一緒に体操をすればスタンプがもらえるんですね。いやーすごい、いやーすごい、いやーすごい、いやーすごい。このようにスタンプのところをタップするとスタンプが消えます。ごめんね、ごめんね、ほんとごめんね。これでですね、45番無実っていうスタンプがゲットできます。あんまりはやりたくはないよね意地悪だよね。すごく意地悪だけど、まあこうそういう、あの、なんていうのかな、クレームとかさ、そういうなんかさ、ちょっとかわいそうなんだけどっていうのは、それは制作しているグローバルギアさんに言ってください。はいはい、じゃあね、続いてね、46番のシールゲットします。これね、タイトルのところにね、こうアイテムみたいなのがねくっついてるんですよね。これを吊るして、で、次、ラジカセを1回、2回タップすると、ラジカセが取れるんで、この取ったラジカセを吊るしてあげてください。よいしょー！ね。シャイの腕力だと、これを持ち上げるのは無理なんでしょうね。多分ね。ただ、なんかタイトルの部分が落ちてくるっていうのを考えたのはすごいなと思います。はい、こちらが46番、パワー不足でございます。ね。ということはですね、このパワーを、パワーがあれば、シャイのパワーをアップしてあげればいいわけですね。じゃあね、ラストのシールゲットしていきます。赤の少年がね、こう、何、塩ビタドリンクじゃないけど、オロナイン違うオロオロンかな、これ、そういうね、ドリンクを持ってるんですよ。なんでこれをゲットしたらシャイに渡してあげましょう。とりあえずこれ飲めよ、元気出せ。多分ね、平成初期のファイト一発っていう CM、 あんな感じのイメージなのかなって思います。はい、そしたら先ほどと同じようにタイトルにビランビランしてるこれね、これをゲットしてラジカセを2回タップです。で、ラジカセを吊るしましょうね。よいしょーね。他の人はなぜ助けてあげないんだろうね大丈夫かな、めっちゃプルプルしてる。はい、これでですね、7月のね、スタンプはすべて終わりました。夏に負けない元気な体、大変よくできました。はい。47番、もりもりダンスでございます。ね。他の子がさ、助けてあげないのはちょっとかわいそうな、そんな気もしないでもないんですけど、まあまあ、これでね、無事12話も終わりましたので、次、ステージ13、引っ越ししたいでございます。ね。このステージはですね、まあ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 、要するに、シャイが右側の古い貝殻から左側の綺麗な貝殻に引っ越ししたいわけですよね。何を言ってるのか全然よくわからないと思うんですけど、そういうお話なんですよ。ね。なんで、とりあえず、引っ越しさせてあげるんですけれども、ここで48番、49番、同時にシールゲットしていきますね。はい。
まず社員をタップです。これがですね、48番のシールの取得条件となります。でね、1回タップしたら今度ダンボールをドラッグします。こうするとシャイはこう人の姿が見えていない状態なので移動するんですけど、少ししたらね、こうやってタップしてあげてくださいね。どうやって移動してるのかを見てあげると泣いちゃった見てあげるとシャイが混乱します。はい、こちら48番、僕はヤドカリね、シャイをタップするとゲットできるシールです。で、こちらですね、あの段ボールをかぶせてだいたい5秒いくかな、それぐらいかなっていうぐらいで1回段ボールタップすると取れるシールでございます。頭隠して尻隠さずでございます。このようにかぶせたら10秒ぐらいでいいかな、ちょっとね長めに放置してあげるといいかななんていう風に思います。これがねちょっとでもね早すぎるとね、またねこう段ボールがこう早すぎてさ、持ち上げるのがね、シャイが移動してるとこを見てしまうので、シャイがびっくりして泣いてしまうんですよね。もうそろそろいいかな。はい、これでね無事にシャイはね移動できましたっていうお話です。まあ別に見ててもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、こちらが50番、ピカピカ新居でございます。しかしなんでヤドカリかな。まあでもヤドカリもねあれだよね、こう引っ込み思案なんでしょうね多分ね。うん、あー変なとこ押した、あ違う、リトライじゃない、ちょっと待って。はい、じゃあね13話が終わったので続いて14話、楽しすぎた夏やっていこうと思います。楽しすぎた夏は51、52、53、54、まずねこの4枚のシールを同時にゲットしていこうと思います。まずこちらですね、黒板をタップです。ヒントって書いてあるところがあるんでこちらをタップすると、先生がバカンスに行ったというね写真がゲットできました。これ新婚旅行かな、もしかしたらワンチャンそんな感じもしますね。このシールをゲット、シールじゃない、この写真をゲットすると51番のシールの開放条件ですねとなりますね。はい、で続いてここ左側の方にあるマジックですね、このマジックを取りましょう。右に移動します。あのメガネくんをこうこのようにしてあげましょうね。これがですね52番のシールの取得条件です。でメガネくんを1回タップすると、お手製のグラサンが手に入るんですけど、ペアがあるんですね。なんでもう1回タップしてあげてください。もう許さないよと、もう僕のこのねメガネは外させないよっていう、このねこの仕草が出たら53番のシールが取得できております。そしたらねあとはねもうねクワガタをゲットして、このクワガタをシャイにあげましょう。いやクワガタって何気に痛いからね、いやそれはねちょっと恥ずかしいよね、わかる、逆パンダみたいな感じのやつね、うんわかる。はい、じゃあねこれでですね51番バカンス自慢、52番イメッチェン、53番仏の顔もで、54番クワガタバサミが同時にゲットできます。はい、じゃあね次のねシールもゲットしていきますね。はい、じゃあ55番のシールゲットしていきますね。右に移動してシャイがいるんで1回で2回、はい3回目タップします。これだけで OK です。あの無理やりシャイを引っ張ってくるんですね。あまあまあでもね何の状況も変わってないからね、あのびっくりして逃げちゃうんですよね。はい、こちら55番、入ってこいよ。まあ小学生のうちだからね特に気にする必要はないんじゃないかななんていう風に個人的には思うんだけど、小学生あるあるなのかな、恥ずかしいのかなやっぱり。はい、じゃあね56番57番のシールゲットします。左側にあるマジックをゲットしたら、女の子がねお土産を持ってきてるんでこのお土産をタップです。クッキーでございます。で右に移動して今度このクッキーをシャイにドラッグしてあげましょう。とりあえず食うね。これがですね56番のシールの開放条件となります。そしたらね先ほどと同じくですねこのマジックをメガネにキュッキュッキュッとね、なかなかいいんじゃない。まあ、いいや、このメガネをゲットします。でそしたらこのメガネをねはいシャイにドラッグします。
ね、こうすれば恥ずかしくないんですよ。だってほら、あの逆パンダになってるとこがね見えないからね。でこれで、無事シャイは夏休み明けの学校に登校できたという話ですね。はい、こちらが56番、ポリポリうまい。まあ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 、クッキーって美味しいですよね。はい、で次57番、逆パンダ隠し。まあでもさ、これをかけたまま毎日登校するの、えぐいね。ちょっとね、ちょっとえぐいかもしれないね。まあ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 、でもね、とりあえずね、こうね、あの最初の恥ずかしささえなんとかなれば、いやフォローできねえ。はい、じゃあ最後ね、こちら15番のステージですね、やっていきましょう。雨の昇降口でございます。まあボーイシリーズだったら定番のこれですね。じゃあね、ここのシールもねサクサクゲットしていきます。ララ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 、まずですね、こちらビニール傘をゲットです。変なとこ開けちゃった。で、このビニール傘をシャイにドラッグした状態でゴーです。そんなに慌てる必要ない気がするんだよな。恥ずかしい。あー、もうこれ明日はね、熱出してね、あの学校来れないよ。シャイはそういうタイプだと思う。はい、こちらが58番、妄想暴走。アイアイ傘を妄想したのか。なるほどね。ララ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 。はい、じゃあ59番のシールゲットしていきます。ね、このビニール傘をもう一回取ったら、今度は女の子にドラッグしましょうね。これが一番早かったんじゃないかな、なんていう風に思うんですよね。ただね、これだとね、シャイはね、チャンスを逃してしまうんですね。実はシャイはこの子と一緒に帰りたいんですね。まあ、とりあえず59番それぞれのキロでございます。なんでシャイの望みを叶えてあげないといけないんですね。ララ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 。まずですね、こちらですね、ビニール傘をゲットしたら昇降口のドアをタップしてください。何やら怪しげなものがね、右側の方にニョキッと出てるんで、こちらをタップです。猫が後ろ向きです。スーッと滑らかに、まあムーンウォークですね。そしたらね、シャイがね、背中を向けてくれるんで、あんたさ、ここにさ、傘が入っとるんよみたいな感じで傘を取ってあげます。で、もう一回閉めてあげて、猫をもう一回タップですね。そうするとシャイがこっち向いてくれるんで、そしたらこの傘をシャイに渡してあげましょう。1本2本ですね。これで GO です。こうすると傘1本余ってるけど使うっていう感じで渡せて、で、まあちょっと恥ずかしいけれども一緒に帰れるっていうお話ですね。何気にニョキッとね、猫がこっちを見てるんですよね。主張の激しい猫ですね。はい、こちらが60番、一緒に帰ろうね。これでね、シャイの望みは叶いましたね。まあこの後ね、2人のね関係がね進展していけばいいかな、なんていう風に思います。はい、これでですね、本日11話から15話までのシールすべてゲットできました。お疲れ様でございますね。そうしますとね、次はですね、こちら16話から20話ですねのシールをゲットしていこうと思いますので、よろしければまたお付き合いください。なんか池くんいるね、ここにね。17話に池くんがいる、ほら。まあまあいいや、じゃあそれは次のお楽しみということになります。はい、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またですね、次の動画もよろしければ遊びに来てください。はい、じゃあ本日もお疲れ様でした。